ちは、今日から俺は YouTuber 三人の三池源一郎です。今日は手打ちにならない連打の打ち方を、連打の練習方法をやってみたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ構えてもらって、まず真上にジャンプします。真上にジャンプしながらトン、そう、欲しかった話だな。どうすんだ、ひねり直して、左、右、左、右、左、右、そう、腰方しっかりな。左の時に若干こう後ろに重心が移っちゃってるから、しっかり前、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 そうそう、そうです、そうです。それを意識してもらって構えてください。まず4ついきますね。4つ、どうどうどう、そこまで、まあ、なんかいろんな誘惑に引き込まれますもんね。そう、4つ、ジャンプで、1、2、3、4、はい、はい、じゃあちょっと前に行きながら行きます。しっかり腰やがって、左も強く、左も強く、そうそう、この感じ、左も全然肩が入ってんの、肩入れ、 OK、 うまいうまい、はい、いくぞ、はい、左もっと肩入れて、左打ってストップ、あー、そう、その感じだ、はい、いくよ、はい、です、左、そうそう、この意識で構えて、はい、いきます、はい、バス、はい、そうそうそう、そう、肩入れろ、しっかり、ワンツータンの左、そう、ついそう、必ずしも全部にこう飛ぶわけではなくて、今のワンツースリーでしたらワンツーを打った後のこの動きがこれにつながってますので、そうそう、そしたら右、ナイス、から左、はい、しっかり同じリズムで、そう、最後肩入れてます、しっかり、ナイス、そう、ナイスパンチ。じゃあこれを、ありがとうございます、はい、さよなら。じゃあこの打ち方を、メガキさんか岸田さんにちょっといきなりかましてもらおうと思います。頑張ってください。